ED73 型電気機関車は日本国有鉄道が製造した交流電気機関車である。ED72 系量産車と基本設計を共通とする姉妹形式で1962年1963年に製造された九州地区用の交流電気機関車である。e d 十二型では旅客列車牽引用のため蒸気発生装置を搭載したが、 本形式は、貨物列車や20系客車寝台特急などの、軽意用途したため SG を未搭載とした。そのため、制御方式をはじめ間式変圧機、風冷式イグナイトロン水銀整流機、MT52 系主電動機の搭載や、ED72 系並びに本形式のデザイン面での、特徴でもある非貫通型全面で正面が、くの字になった、独特の形状も共通である。 相違点としては、SG 未搭載としたために ED72 型より、全長が3メートル短くなり、TR100 系中間台車の省略と前後、動力台車が DT119 バイト型に変更となった点が、挙げられる。車重も ED72 に比較すると20トン、軽い67.0トンであるが、軸重は16.75トンとなるため、軌道条件による、 入線制限がある。なお、本形式は、水銀製流器を搭載する最後の、交流電気機関車でもある。1962年と1963年に11両ずつ、計22両が ED72 系同様すべて、東芝で製造された。以降の増備については、ED75 系300番台とされた。 本形式で施行された主な改造工事は以下に示す三件がある。施行はすべて小倉工場である。1964年10月、東海道新幹線開業に伴って、山陽本線系統に転用された、特急、つばめ、鳩の博多乗り入れが実施された。同列車は直流専用の151、軽電車によるため自力走行できない、下関伊勢では、 電気機関車を用いて、牽引を行い、サービス用電源は、機関車時に連結した鞘四420型から供給することで対応した。交流電化区間である文字博多間は、本形式が牽引に充当されることになり15から22に対して、以下の改造を施行した。高直流療養の八十一系、電車投入により、百六十五年十月一日には、 この変則的な運用は終了。改造車は、現状復帰された。九百六十八年十月一日の、ダイヤ改正で二0景客車により運転されていた、寝台特急列車は、エースブレーキに中継弁、電磁球配弁ブレーキ率速度制御機能を付与した、アレブ増圧装置付き電磁指令式、自動空気ブレーキへの改造を施行し、時速百十キロメートルでの、 また1万経過車による高速貨物列車は時速 100km での運転対応がされることになった。九州地区では本形式が軽因に充当されることになり対応する改造を1から12に施行した。さらに13から22の重量も翌1969年に 弾力的な運用に対応するため同様の改造を受け、22両全てが1000番台となり、基本番台は消滅した。なお、20計客車による旅客列車でも、本形式性能上の最高速度は時速 100km である。本形式に搭載されていた水銀整流機をシリコン整流機に交換する改造工事。詳細はこちらを参照。 申請後は、前期が、文字機関区に配置され、鹿児島本線で、貨物列車や、蒸気暖房が不要な寝台特急の牽引を、中心に投入された。軸重の問題から、脆弱軌道路線への入線が制限されたために、運用区間は、鹿児島本線、熊本駅以北に限られ、その後は電化の進展で1976年に、長崎本線が加わったのみである。 そのため1968年の千番台改造後の20系客車寝台特急建員事業では日報本線系統を除いた北部九州地区での独占的な限定運用が組まれた。しかし1970年の鹿児島本線全線連化の際に軸重制限問題に対応した ED76 系千番台が登場し寝台列車そのものも 経営機を限定しない 14K、2 4系による運行へのシフト、さらには貨物列車の減少や本形式そのものの老朽化も目立つようになってきたため、1980年より北陸本線で余剰となった EF70 型を転用して置き換えを開始。百八十二年までに全車が廃車となり、廃形式となった。廃車後、1十六が 小倉工場で保管されていたが、後輩により2006年頃に解体されたため、本形式で現存するものは存在しない。ありがとうございます。